いらっしゃいませ。今日は日本でとても人気のある鍋料理のおでんを作りたいと思います。おでんはお醤油が発明されました江戸時代から伝わる伝統的な鍋料理です。その後各地に広がっていきまして、それぞれその土地の味ができました。各地によって違うんですね、塩のおでん、味噌おでん、お醤油味のおでんと様々なおでんがあります。今日はそのおでんをこの土鍋を使って作りたいと思います。土鍋は遠赤外線効果がありまして、冷めにくくとても、保温力があります。素材も芯から温まりますので、より美味しくて栄養のあるお料理ができます。ではまず材料を説明いたします。大根ですね、大根約1/3本、人参1/4本、じゃがいも小3個、厚揚げ1丁、油揚げ3枚、こんにゃく半丁、それから、昆布は25センチのが3枚ですね、しいたけ3個、お餅3個、かんぴょう少々、ひじき3グラム、あとお塩、天才糖、それからお醤油、お出汁が5カップから7カップになります。ではまず昆布から始めたいと思います。昆布はこのように1時間ぐらい水につけて戻します。昆布というのは非常にカルシウムが多くて、牛乳の約6倍もあります。また植物繊維や要素、ヨードが含まれていまして、栄養の高い食べ物です。この昆布を、戻しました昆布をですね、結びます。3個とも結びまして、この戻し汁も後でお出汁として使います。それから次に大根を切ります。大根は、ジャスターゼという消化酵素がたくさん含まれていまして、とてもお腹にいいんですね。でまたビタミン C も豊富に含まれています。これは稲作と同時に中国から伝わりまして、今では日本で欠かせない、食生活に欠かせない食材になっています。だいたい 2.5 から3センチに切ります。厚い方が美味しいですので。そして皮を剥きますが、この皮は後で使いますので捨てないで取っておいてください。そして、お鍋にですね、昆布と椎茸で取りましたお出汁を入れます。そこに先ほど結びました昆布、それから大根を入れます。だいたい大根が浸る程度のお出汁があれば十分です。そしてもう一度蓋をしまして、このまま30分間煮ます。次に次にこんにゃくを調理します。こんにゃくは、お腹のほうきと言われまして、こんにゃくマンなんていう植物繊維が、豊富に含まれています。肝臓の蓄積されましたダイオキシンのような毒物を体外に排出させます。また腸内の善玉菌の餌となりまして、腸内細菌層の改善をできるんですね。ですからとても栄養があります。
カロリーはゼロなんですけれども、お腹のお掃除ができるというわけです。このこんにゃくは、まず湯がきます。ですね、だいたい2センチから2センチぐらいのですね、太さに切りまして、そして、お湯で湯がきまして取り上げます。一煮差しすればそれで出来上がりです。湯がってきましたらざるにあけます。水をよく切ります。そして先ほど入れました土鍋の中に一緒に入れてもらいます。このまま30分煮込みますが、今は最初沸騰するまで強火ですが、沸騰しましたら中火の弱火にして、結構です。土鍋で使う場合には一度沸騰しましたら非常に遠赤外線効果で弱火でも十分沸騰が続きますので、中まで、加熱されます。じゃがいもは丸ごと入れた方が美味しいですから、小さめのものを3個今日は使います。で、剥きましたらそのまま放置しますとアクで、茶色っぽくなってきますので、お水の中につけておきます。あ、今沸騰してきましたね。沸騰してきましたので、沸騰してきましたですからちょっと弱めます。特にじゃがいもは芽のところはきちんと取ってください。それでは宝袋を作りたいと思います。油揚げと厚揚げは、油抜きをします。油臭さをなくすためと、調味料の染み込みを良くするためです。油揚げは今日はいなり寿司用の半分に切ったものを使いますが、もちろん普通のものを、半分に切って使ってくださっても結構です。沸騰したお湯に厚揚げと油揚げを入れてさっと茹でます。この宝袋というのは、油揚げの中に、いろんなものを詰めてそして煮るわけなんですけども、何が入ってるかわからない、楽しみなので、どんなお宝が出てくるかなということで宝袋と呼ばれています。一煮立ちしましたらこれで十分です。よく水で油分を洗ってそして拭き取ります。ここでよく油を拭い去ってください。で、水気を切って、それからキッチンペーパーでよく油分と水分を取ります。これで油抜きができました。
この宝袋の中に入れますお野菜を切っていきます。まずですね、ひじき、干し椎茸、かんぴょうを、水で戻しておきます。だいたい1時間ぐらい水につけておけば戻りますが、ひじきは砂とか細かいゴミがたくさんありますので、特によく洗ってから水で戻してください。では人参を切っていきます。だいたい4分の1個です。で細かい、小さめの細い千切りにします。そして、人参の次に先ほど剥きました大根の皮を切ります。これも、人参と同じぐらいの千切りにします。それから、先ほど戻しました椎茸も千切りにします。石突きの部分を取りまして、細かい千切りにしていきます。そして一緒にそれを合わせて、この中にひじきを加えます。それを詰めていきますが、その前にまず先に厚揚げを切って煮ていきます。厚揚げは、宝袋よりは少し長めに煮たいので、半分に切って、それをまた斜めに切って三角形にします。三角形に切りますといろんな形ができますので、大根の丸、結びこんにゃく、そして三角形の厚揚げと形がいろいろできますと、とても、きれいに見えますね。でここに味付けをしてしまいます。砂糖小さじ1杯、それから、塩が小さじ2杯、それからお醤油ですね。お醤油は大さじ3杯になります。このまま15分間煮ます。これもやはり、沸騰しましたらちょっと弱火で結構です。煮ている間に宝袋を作りたいと思います。先ほど切りました、ひじきと椎茸と、それから大根の皮、その4種類をよく混ぜます。そして、袋に詰めますが、この袋を縛るのは三つ葉を使います。三つ葉を4本ほど取りまして、
これで口を縛りたいと思います。油揚げの中に、油揚げをですね、まず普通の、今日はあのお稲荷さん用の、中が開いた油揚げを使うんですけども、普通の油揚げの場合は中を開いて、そして先にそういう準備をしてください。そしてこの中に、お野菜を入れていきます。そして口を、三つ葉で結びます。もう一つ作りますね。これを人数分、今日は3個を作って入れてください。三つ葉でなくてもセリとか細いこういう紐代わりになるお野菜であれば何でも結構です。はい、できました。次に、お餅を中に入れます。これはかんぴょう、先ほど戻しましたかんぴょうで、油揚げの中に袋状にしまして、この中にお餅を入れてかんぴょうで縛ります。2種類今日作りますので、緑の方は何が入っている、かんぴょうの方は何が入っているということがこれで区別がつきますね。はい、これで宝袋ができました。はい、そろそろ、お鍋の方が15分経ちましたので、これから、じゃがいもと宝袋を入れていきます。じゃがいもはちょっと大きいですが、早く煮えますし、大きい方が、美味しいですから、小さめのじゃがいもを丸ごと使ってください。丸ごと使いますと煮崩れもしませんし、よりじゃがいもらしい味が楽しめます。宝袋を入れます。もしお出汁が足りなくなってきて、中のお野菜が顔を出すようでしたら、お出汁は途中で足してください。蓋をしてこのまま約20分間煮ます。おでんというのは、煮れば煮るほど、美味しいとよく思われているんですけど、実際はそうではありません。物によって、素材によって、長く煮込めば美味しいもの、そんなに煮込んでは美味しくないものがあります。例えば、今日使いました昆布、大根、こんにゃく、こういうものは長時間煮込めば煮込むほど味が染み込み美味しくなりますけれども、じゃがいもですとか、宝袋のようなものはあまり煮込みすぎますと煮崩れしたり、潰れてしまったりとか、美味しくありませんね。ですから、それをよく見極めて、それが一番重要なおでんのポイントになります。さあ、出来上がりました。わ、とても美味しそうですね。これで最後は皆さん味見をなさって、ご自分の味に近づけて、調整をなさってください。で、日本では大きな鍋を親しい友達や会社の友達、親戚などを囲んで、一緒にいただきます。またことわざの中に、同じ釜のご飯を食べるというのがあります。大きなお鍋をみんなで一緒に食べると、とても親しみが湧き、より親しくなり、親友になれたというようなことを表現します。皆さんもどうぞ、おでんのお鍋を作ってみてください。身も心もあったかくなります。どうですか、お味は。ちょっと食べてみます。おー、すごいトロトロ。十分煮込んでますからね。
うん、すごい美味しい。これも食べてもいいですか？すごい、いろんなもの入ってますね。そうですね、宝袋って言ってひじきとか人参とか椎茸とか入ってるんです。すごい、健康に良さそう。そうです、よかった。私も作ってみよう。ぜひ作ってみてください。はい、ありがとうございます。For details, please visit www.suprememastertv.com/VEG.